どうもベタです。パワサカやっていきたいと思います。そして今日はサクチャレ初日です。はい、そしてはい、まあゴールキーパーは今回作っていこうかなと思っているのですが、イベントデッキの方は鉄田、飛田、大田区、小田で口原、真神となっております。でこの6人のディフェンス固めでやっていきたいと思います。そしてまあこの6人選んだ理由なのですが、まあ表5人と、まあ第一のキャラ1人、まあ第一のキャラ一応 2人ですけど、まあ全員表なんで5人は、まあ、表を集めた感じですね。でまあフィジカルを選ばなかったのは、まあ筋力だけもらっても多分絶対余っちゃうんで、はい、まあ第一ということでディフェンスかなと思ってディフェンスでやっていきたいと思います。そして、持ち込みなんですけども、音楽プレイヤーとマルヒブック持ち込んでいきたいと思います。はい、やっていきましょうか。で怪我チャレなんですよね今回。もう来ないのかなと思ってたんですけど、怪我チャレはまさか怪我ボーナスが最大 40%。 いやーまあ、1回目が 600%、 2回目が 300%、 3回目が 200% で、このまま 200% でいくのかなと思ったら 400% まで上がっちゃいましたね。いやーまあ 400% ね、ちょっときついんですよね、うん、本当に運になっちゃうから、ここまで来ちゃうとなかなか難しいかな。上位には入りたいんですよ。やっぱり PSR1 枚欲しいので20位以内には入りたいとは思っているのですが、いかんせんちょっとディフェンス苦手っていうのと、自分、まあ第一が苦手っていうのもあります。まあなんとも、なんとかなんとか引いてはいきたいですね。はい。まあ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 、なんとか、本当になんとかって感じだ。ディフェンスですね。はい、これでいきます。そしてタックがもう光ってる。あー、2タック早いな。 23% か。まあでも行こう。ナイス、いいね。初っ端からまあいいけど、もうちょっと大事な時になってくれればないいと思います。はい、あ、自己紹介なんだよな。イベントも進んで金属も進んでくれないと困るので、ちょっとやばいですが、まあなんとかなるんじゃないかな。これは評価上げますね。飛び田くんの評価はなかなか上がらないので、はい。グランドライン終わり。お、大成功です。ボーナスは高い。はい、これは分かった。はい、作業なんですけども、こっち行こうかな。はい、グランド整備、グランドのブラシ掛けで、どうする。もうマックスだから、ちょっとメンタルいっとこうか。ビハインド、はい、守備練習いいですね。哲也くん1回目、どんどん進めてね。でどうしようかな。まあこっちばだな。しばしばで、で、で何踏もうかな。とりあえずここだな。技術が絶対最後の方がなくなってしまうので、体力か、体力はそんなにいらないんだよな。で物作り、こっちの方が早くと、トビと種まき、種まき行くか。まあ早く行ってみましょう。来ないかな。来た。でこれで作業は済んだということで、大成功、いいですね。でどっちから行こう。まあ怪我しに草から取ろうか。2ターンで取れるんでありがたいですね。
はい、これはメンタルいってみましょう。うん、でこれでちょっと体力削りまーす。いや微妙だな、メンタルでいっか。もうちょっと削らないといけないんだけどね。はい、2662。どうなんだろう、これって結構いってる方ダメな方。いや5タック踏まないとやっぱ練習はまあ試合にならないんだけど、勝負にならない、負けちゃうよ。はい、新入生で、とりあえずディフェンスは上げたい。でディフェンスを上げつつ、まあここら辺ですね、基礎工事をやりつつ消化していくって感じなんですけども、ハードワーク消化しとこうか。あと2ターンないな。はい、とりあえず行こうか。何もまあテクニックだなって普通に考えて。はい、いいね。とりあえずタック、わー3タック、 37% ちょうどいいぐらいだけど、成功するかな、来い。痛い痛いな、痛い痛い。励ます。これはイベント切っておきます。ダブルか、ダブルか、踏みたいね。いやー次2ターンで終わるものはないから、今回はやめておきます、待機しておきます。あー愚切りまくってる。まあここら辺狙っていかないといけないからね、怪我されやったら。うーんまあダメだな、やる気上げておきましょう。あーちょっと体力回復しすぎたな。はい、でここで開始ですね。あれ開始なかったっけ、まだか。まあビル編3人だっけ、3人か。はい、これで行って6ターン行って2ターン、これだな。はい、行きたいと思います。でまあとりあえずダブルタックは行きましょう。はい、まどかちゃんエース萌え、気迫来い、スリータック来てほしいな、成功しろ。ナイス、いいね、なかなかいいのでは。でこっからだ、こっからが、お、ディフェンス成功かな、ナイスですね。でこれ何から行くんだっけ、これか、うん、これから行きましょう。でまあこれから行ったら確かあれなんだよな、あれができるはず。なんだっけ、応答にお任せか。応答にお任せは早めに行かないといけないので、はい、ぜひぜひ行きたいと思います。はい、これで時間は潰そう。で、スリータックはさすがにこれは無理だな。やる、遊ぼう。で、置いていくよ。まあ、経験点稼ぎですね。ワンタックか、これはメンタルいっとこうか。うーん来なかった、残念。ワンタックかちょっとしょぼいな、テクニック。ああグギった、マジか。テクニックが下がっちゃった、それちょっとつらいな。スピードワンタッチ、生卵をかけて
できるのか。これジェネレーター、オートにお任せ。行きたい生卵、もう体力切れなくて、はい、オートにお任せはする。でオートにお任せでできるだけ早く、あれですね、得意練習をアップさせていきたいと思っております。でこれはとりあえず測量かな、測量行ってからだな。測量行って、ゲップも行っていいけどね。とりあえずゲップ行って測量行こうか。はい、これでいきます。でやる気あげたい、遊ぼう。面白そうだ。ワンタックか、まあいいや、行こう。さあ何が来るかな。オートにお任せ、いいものが先に来てほしい。得意練習から来てくれたらありがたい。ナイス、行こう。ナイスですね。でまあ、上手くなりたい。流星群、ナイス。ダブルはこれは行きます。行くとしてまずどれを選ぶ。はい、すいません、ちょっと電話が入ってしまったので、はい、ちょっとカット入れさせていただきました。でこのターン何をするか、何もしないでいいや。でタック2タックいきます。グギッター、残念。ちょっと辛いな。ちょっと体力回復いらないんだよな。3タック来たのにな、体力回復とかいらないんだよな。辛いな、体力回復なかったら思ってよかったのに。てかイベントもうちょっと進んでほしいな。はい、終了。でお、来ました、得意練習率アップ。これが一番初めに来るとありがたいです。はい、でこれでどんどん得意練習踏んでいくって感じですね。でオートにお任せはもうしません。巨大魔法陣、これをやらないといけないんだけど、こいつもやらなあかん、トンネルの方もやらなあかん、トンネルもやらなあかんけど、とりあえず巨大魔法陣からいきましょうか。魔法陣からいきましょう。で魔法陣4ターンで終わるものをやりたい。ダークマターやっといて、あとはハヤトにお任せしようか。はい、4ターンで、あとはまあ飛びた、行きましょう。これで行きます。でこっからもずっと追うだけですね。35成功しろ。ナイス、いいね、成功成功。俺は先に行く。あー、これは無理だな。やる気をけます。どんな味がするのかな、想像もつかないよ。日本酒なんて珍しい。で作業ができます。あれ、ダークマターか。オートにお任せする。2ターンで終わらせたいんだよな、できれば。次この残ってるやつが、で来たいやつがあるから、オートにお任せして、はい、お任せして終わりだな。はい、これでいきます。これはメンタル踏んでおきましょう。いいですね。でタック、ワンタックがちょっとしょぼい。テクニックいってきます。技術足らなくなるんで。10キロ？セービングなんかいらないんだけど。いいですね。シブズ。魔法陣が大きくなった。そ
そしてやらないといけないのはこれ。これはやっとかないといけないですね。これをやったら次の、まあ上の魔法陣が組めるようになりますので、はい、と思います。アヤテブランドで何に行こうかな。これだな、テラフォーミング。はい、これで行きたいと思います。そしてタックは4タック成功したいな。これ成功したい。ちょっと振っときましょうか。スピードはいいや。とりあえずディフェンス振っておきます。ディフェンスとりあえず B ぐらいにしとこうかな。はい、じゃあ成功しろ。ナイス、いいね、ナイスです。こっからだ、こっからが勝負なんだ。2タックはいかない。遊びます。30、ナイス、30、ちょうどいい。それいいよ。おー、びっくり、コツイベント率アップ。今の状態が良くなって怪我しにくくなった。ワンタックがちょっとしょぼいな。ワンタックはちょっとしょぼいよ。これどっちか行きたいな。これ行くか、行こう。うん、これ行って、まあスピード練習でも行っておきましょうか。はい、いいですね。でこれはまあ踏んでおくか。うん、で3タックか。まあこれは精神でちょっと次のターンにかけましょう。たまったれるな。あ、やべえ、体力消費しちゃったよ。筋力がつきます。デザイン2タックか。これは大タックいこう。これはまだいけない、いけないな。微妙だな。やってブランドで、いや、もういいや、物食べちゃおう。体力値は上げときたい。で、置いとこう。はい、で体力ちょっと回復したいな。手伝う。いや、いや、俺も痛い。あ、失敗した。ダメ。大成功。いいですね。来る ?3 タックか。これ成功させたいな。来るかな。成功させたいね。はい、狙います。カモン来い。成功しろしろ。ナイス、いいね。いいけどちょっとイベントが進んでないね。金徳1個もまだ成功してないっていう。2万か。この時点で2万は結構大きいかも。作家の心理。いや、これはちょっと回復いきたいな。回復いきたいんだけど、うん、この辺だな。この辺いっとこう。とりあえず仲間を強くしないと最後勝てない。はい、これでいきます。そして、まあ遊ぶかな。はい、あ、15か。30上がってほしかったな。相当鍛えられたよ。愛情を持って接する。いいですね。で2タッカー、これはちょっと1回メンタルいこうか。メンタルいくとしてディフェンスレベル上げたい。ディフェンスレベル上げて、あとはいいか。いいや、とりあえずメンタルいきます。監督評価で、いいのが精神ナイスですね。いいですね。ラズマ刺激。説得する。うん。で、どうし
な。で、掘削の方やって、やって、どうしようかな。特殊能力取れる？取ろう。まあ、一回、まあ、イコマちゃんが誰かを踏んで、あげときたい感はあるけど、まあ、とりあえずメンバー強くしておきます。ワンタックか。で、ものづくりね。これをやってるのは、矢部坂くんと生駒ちゃん。一回は踏まないときつそうだな。メンタリとこ。次5タックは来るのよ。まあ、来てもいいけど、来てもいいけどって感じですね。はい。いいですね。ナイスです。成功しろ！成功しろ！成功しろ！失敗か。ちょっと辛いな。お、3択。3択来たけど。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 さあ、成功するかな。ディフェンス上げておきましょう。はい。来い！お願いします！来たー！いいねー！ 3 択。5択とかあと一発成功してくれれば大きいかも。お、いいねー。かばう。いいよー。で、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 得意練習頻度アップ。いいですね。これは大事。で、あとは宇宙人を強くすると。これ、マジか。99%、これ来てたら最高だったのにな。ダメだな、これはさすがにいけないな。さすがにいけない。これいけたら、だって、いけたらね、すごいことになってるね。ダメだね。得意で、得の振っとこ。ダメダメ。さすがに無理だろう。さすがに無理。遊んできまーす。もう 30%、 30回復いいですね。なんだよこれ、体力消費じゃねえか。痛いな。メンタル。いやー、今の 99% か、つらかったな。ハイボールキャッチ取っちゃったよ。あ、ディフェンス S になっちゃった。ラッキーなのか、ラッキーなのかな。さあ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 、3択。 29% ちょうどいいぐらい、ちょうどいいぐらい。来い。ナイス。いいね。今回結構成功してくれてる。ありがたい。いいね、いいね。で、あと7、6、5、4、3、4ターンでできるものじゃねえじゃん。これいっとくかな。はい、成功だけさせておきます。で、まあこれは無理だな。メンタル、メンタル、体力、遊ぶ、ファミレス。ああ、そうか、決起会か。決起会なら全然いい。全員のやつが上がるからね。うん。で、こっから5タックもう一回来て。よし、やろう。おー、3タック。これ、41%。ちょうどいい感じだ。でも、これ失敗なんだよな、どうせ。切ったー！いいね、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 いいね。これ、ケガチャレのいいとこ見せてる。あ、手伝う。これで金徳は1個確定した。ラッキー。でも、金徳、本当に1個しか取れない。やばい。全然イベントが進んでない。イベントが進んでないぞ。ちょっと抑えるだけ抑えとこう。やべえ。あ、精密機械いってんのか。精密機械だけなんだよな。やべ。タイエース、フィアブル回り、石や。カウンター。もう一番。
技術が全然足んないんだよな、途中出場。はい、でこれで採用できます。何ができる？宇宙人、宇宙人か、宇宙人か、宇宙人いきますか。宇宙人ね、はい。うん、いいですね。なかなかいいサクセスできてるかも。でこれは遊んでおきましょう。まあ最後の試合で絶対勝ちたいのでやる気を上げておきます。お、最後の、あ、キック上げてねえよ。あ、成功した、ラッキー。得意練習全開ですね。いやー、こっから3タックは結構来るとして、残り1ターンでなんかできる。人間発射台無理だな、もう無理だわ。で次でバーベキュー来るから、一か八か踏んでもいいんだけど、まあ無理だからメンタルでもいっとこうか。メンタルいっといて、雲男って技術だから、いけてるわ、もう取る。いや、空中戦も取っちゃいたいな、もう空中戦。はい、でこれはメンタルいっとこう。いや、いや、やる気あげようか。やる気あげて、やる気あげて、次回復して、うん、で決勝大会に向かうね。ここで5タックもう一発ぐらい来てくれたら最高。あ、やばい、やらかしたな。何、守護神来た、いいよ。で何タック？3タックか。ちょっとつらいな、ちょっとつらいな。次いいの来い、来い、3タック、ほい。あー、グギった、やらかしたー。ここはこんな時にか。5タック、1タックか。ちょっと痛いね、痛い。守護神って取れんの？技術がやばいな、技術がマジ足んない。いや、まあなんとか、なんとかなんとかしたいんだけど。うんうん、ムード取っときます。ちょっとみんなを強くしたいのでムード取っとこう、ね、守護神は最後取れると信じてやるとして。闘争心回復、うん、まあこんな感じかな。空中戦も取っとこう。はいはい、これでいきたいと思います。いやー、これか。まあ、これやろな、普通に。怪我チャリだもんな。いや、ちょっとやられた感じがする。はい、試合に行きたいと思います。はい。とりあえず今、俺、全体ランクじゃない、こ、ん？グループランク？最下位なんですよ。最下位だから、なんとか脱出はしたい。太陽山高校。いやー、5タックが来なかったのは痛いな。シュート、はい、ジャスト、ナイスですね、ナイスキャッチ。点取れ、とりあえず点取らないと勝負にならないからさ。はやて、お、ナイスフェイント。決定的なチャンスを得点に結びつけることができませんでした。ボールを前線へ、シュートで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 、戻すんじゃないよ。まず選手点入れよ、選手点、選手点入れよ、選手点。さあ、栄冠を勝ち取るチームはどちらなのか。後半始まっています。ナイス、イゴマちゃん、ウィー、よし、これでまあ勝てるでしょう。大きく近づくゴールです。まあでも、もうちょっと得点取りたいんだよな。得点、第一ふるさと高校、貴重な貴重なゴールが決まりました。点取りたい。さあ、シュート、第一ふるさと高校、シュート打たれてくんないかな。フェイントなんか絶対してくれる気がしないから、ね、シュート打たれたい。前に出す、いや、マジか、ドライブか。シュート、ナイスキャッチ。太陽山高校、試合を振り出しに戻すかというシーンでしたが決まりませんでした。一
け、ヒントナイス。これでそこそこ稼げたか、2000点ぐらいは稼げた、2100、まあ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 いいでしょう。でこっからが査定が上がるのですが、さあ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 、守護神は取れたしな、人間発射台まで行けたらいいんだろうな、無理だったからな。やっぱ技術が足んないっすねここね。6760、もうちょっと出したい。うん、守護神は取る。でまあこれは上げて、校内回避を置いといて、意外性も微妙、正直司令塔なんか取ったら死んで終わっちゃうから、ロングスロー、守備反応、カバーリングで、何にしようかな。ここら辺技術使うんだよな、技術使うやつはダメなんだよな、技術使わないやつがいいんだけど技術使わないやつがないんだよな。でまあ根性、根性くらいかな。でもキックとキックを上げるしかないのか、もったいないもんな。筋肉終盤とか振っとく、ちょっとこれ上げとこう。なんかいいのないかな、バックスピン。いやでも展開力取ろう、展開力取って手首に上げて、さああと何振る、ないんだよな、余っちゃうんだよな。はい、これでいこうか、いいね。さあどれぐらいいったかな。はい、育成完了。 S 星ぐらい、うん、やっぱりまあ金徳が2個しか成功してないからな、まあ仕方ないか。5354、まあ、これで2位まで上がったグループライン、74位ですね。まあ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 いいんじゃない、最悪まあ出だしだしいいと思います。はい、で次からまあ5タックがやっぱ来てほしいですね。うん、5タックが来ないと辛い。なので、5タック踏むまで頑張っていきたいと思います。今日の動画は以上となります。ご視聴ありがとうございました。また、レンチャンで多分サクチャレの動画何本か上げていくと思います。よろしくお願いいたします。ベタでしたー。